中日ドラゴンズ、現在1軍にいる選手と2軍にいる選手の今後の入れ替えの可能性について考察していきます。3人の2軍降格候補の選手と3人の1軍昇格候補の選手見ていきたいと思います。まず2軍降格候補の選手としてツイッターなんかでもトレンドに入るぐらい話題になっているのが加藤選手ですね。キャッチャーの選手なんですけれど、バッティング面が相当苦しい状態になっています。今年は20試合の出場で1割1分8厘、打点が1つ、出塁率1割6分7厘、OPS343、そしてなんと三振率が 50% という数値になっています。位置づけとしては第3捕手という感じで、木下選手、宇佐美選手、石橋選手の3人でスタートするかというふうに思われたんですけれども、加藤選手が第3捕手として開幕から1軍に帯同し続けているという状態です。そしてすでに10試合にスタメン出場しています。ただこの数値から分かる通り打撃面は相当苦しくて、正直1軍レベルのバッティングかって言われると、かなり厳しい部分がありますよね。打撃成績だけで言うと正直ピッチャークラスという数字になってしまっています。そして誰かの専属の捕手でこのピッチャーの時は絶対に加藤選手と、そういった状況でもないので、小笠原投手、柳投手、高橋宏斗投手とか、この辺りのピッチャーと組んではいますけれども、全くもって専属捕手という感じではないので、固定して、絶対に1軍に置いておいてスタメン起用しなければいけないと、そういった選手ではありません。加藤選手がスタメン出場している時に関しましては、やっぱりピッチャーがエース格というか、主軸の選手が多いので、ちょっと防御率がいいっていうところと、あとは盗塁阻止率が3割3分3厘で、比較的いい数値が残っているということで、このあたりはプラス要素ではあるんですけれども、このバッティングですとスタメン起用っていうのはかなり厳しいと思いますので、あくまでバックアップでの起用ということになると思います。やっぱり過去の歴史を見ても、どれだけキャッチャーとしての技術が、高い、肩が強い選手だとしても、この1割前半とかの数値でレギュラーを守りきるとかスタメンで起用し続けられると、そういった選手っていうのは極めて少ないです。そして2軍の選手見ていくと、石橋選手が現状2軍で3割打っていて、ホームランも先日放って OPS としては855記録しています。バッティングの力でいけば、昨年の石橋選手の打撃成績見ても分かる通り、この加藤選手よりは圧倒的にいいものがあります。ただやっぱり石橋選手若干スローイングには課題があって、首脳陣からすると、スローイング含めてキャッチャーとしてのその守備力総合的に見ると、加藤選手よりも石橋選手の方が、ちょっと安心して任せられないというような印象になっているのかもしれません。ただ木下選手もバッティングずっと苦しんでいますし、このままレギュラーっていうわけにもいかないでしょうから、そうなってくるとレギュラー候補、正捕手争いの候補として、石橋選手が、そろそろ1軍に上がってきてくれるかなっていうふうにも考えています。やっぱりキャッチャーでレギュラー争いをするっていうことになると、ある程度バッティングがあるっていうのがもう前提条件になると思いますので、石橋選手の1軍でのスタメンにも期待したいところです。では続いてファンの方々からこの選手はもう1軍レベルではないんじゃないかというふうに噂されてしまっている選手、こちらも見ていきます。小田選手に関しましては2軍で一度育成した方がいいんじゃないか、こういった声が上がっています。今年はここまで19試合の出場で9打数ノーヒット、盗塁2つの1つ失敗という数値です。育成の選手からいきなりですね、支配下に昇格して1軍でダイソーの切り札として使われるようになりました。ただ1軍でいうとオープン戦でもあまりいい結果が残らず、そして開幕してからも9打数ノーヒットということで、バッティング面はまだ1軍レベルではかなり厳しいようです。そしてダイソーの切り札として起用されていますけれども、やっぱり経験不足は否めないところがあって、すでにですね、3度走塁のミスがあると、1度目は牽制挟まれて運よく盗塁成功という形になったと、そして2度目は三塁ランナーで飛び出してしまって、結果的にはセーフにはなったけれども、荒木さんからするとあれは走塁ミスだったという話もありました。そして3度目、つい先日ですね、重要な場面でのランナーで牽制で刺されてしまうと、そういった場面もありました。やっぱりまだですね、経験不足っていうのが間違いなくあって、1軍レベルのバッテリーであったり守備陣に対していきなり重要な場面で出ていくには、まだまだちょっと経験が足りない部分が多すぎるのかなと。独立リーグでプレーをしていて、そこから育成契約で上がってきた選手が、いきなり1軍レベルのピッチャーの牽制を見るとか、そういったことになると、刺されてしまうとか、そのあたりも無理はないのかなというふうに思いますね。1軍での出場が少ないということで、2軍でも打席に入ることっていうのが結構見られているんですけれども、
その時には非凡なミート力を発揮していて、2軍レベルであれば現状打率3割を超える数値っていうのは残すことができています。なのでやっぱり代走要員、守備固め、このあたりの重要なプレイヤーっていうのは後藤選手であったり、あとは加藤翔平選手であったり、こういった選手が入っていって、小田選手は将来的にレギュラーを取っていく、そういった選手に育てていくために、まずは2軍で攻走守すべての面を育成していって、最終的に将来のレギュラーを目指すとか、1軍でスタメンで使えるようになってから昇格させるとか、そういったところが重要なんじゃないかというような声が上がっています。これまでは高松選手がこのダイソーの枠にいたわけなんですけれども、なかなかこう総合的な成長っていうのができずに、結局トレードで放出されてしまったという形になりましたから、小田選手は攻走守全てにおいて活躍できるプレイヤーとして成長してほしいなというふうに期待しています。では続いて1軍で出場がほとんどないあの選手の降格の噂もということで、こちらも見ていきます。板山選手、先日支配下昇格ですぐに1軍に上がってきたわけなんですけれども、出場の機会っていうのがほとんどありません。ここまで2試合の出場で3打数1安打、スタメン出場1回という数値ですね。内外野守れるユーティリティプレイヤーなので、ベンチに置いておくと便利というのは間違いありません。ただ同じタイプで内野複数守れる選手であったり、内野も外野も守れるよっていうような選手が中日現状結構多いので、やっぱり板山選手を絶対に使わなければいけない場面っていうのが、そんなに多くないので、出場機会としてはかなり限定的になっています。なので誰かが1軍に上がってくるということになれば、やっぱり降格候補はこの板山選手になってくるというのは間違いないと思います。そんな中で高橋周平選手がそろそろ2軍で復帰見込みと、故障した足のふくらはぎの部分はもう問題ないし、今週からそろそろもう2軍で出ようかと思っていると、そんな話もありました。中島選手だったり岡林選手の例を見ても、故障した選手が2軍で本当に数試合調整したらもうすぐに1軍昇格と、そういったケースっていうのがかなり多くなっていますので、高橋周平選手も急ピッチで1軍に帰ってくるという可能性も十分ありますので、そうなってくると板山選手と入れ替えという可能性は十分あるのかなっていうところですね。あとはやっぱり皆さん注目されているビシエド選手ですよね。2軍で好成績、バッティング面ではかなり一番いい成績を残していますし、交流戦で DH の枠が必要になってくるということを考えると、このビシエド選手が上がってくる可能性があると思います。そうなってくるとまた板山選手の入れ替えという可能性もありますね。板山選手がこっから1軍に帯同し続けるためには、やっぱりバッティングでのアピールっていうのがものすごく重要になります。代打の切り札的な存在であったり、あとは調子がいい時はスタメンで起用できると、そういった位置になってくると1軍から外せない存在ということになっていきますので、どんどんバッティングで、チャンスがあればアピールをして自分の存在価値っていうところを上げていってほしいなというふうに期待しています。今後の中日の入れ替え情報を注目していきましょう。以上です。